新しいものはよりこう張りが出て、ルアーを引いてくるときに、まあ、滑りがいいので、引き抵抗はこう軽く感じるということがあります。今回20キロぐらいの平正を切ったときが、プロドラグの、15、ドラグが、14、5キロで設定したんですけども、まあ、ラインを出されてもこの切れるような不安というのは一切なかったですね。触った瞬間違いますね。強度はフルドラグなんで、もう全然20キロかけても大丈夫と思ってるんで、怖くもなく安心してきます。だけど30キロ止めに行けると思いますよ。そのルアーの引いてる情報量もかなり多いですね。塩こう噛んでるなとか、今抜けたなとか、魚のかかってる情報量もだいぶ多いです。その情報量が多いので限界点が分かるので、かけれるだけかけちゃう。した P ラインが、新しいフルドラグの TSR X8 ですね、の、15で、状況としてはシーラが周りでボイルして、まあ、潮の、進んでる方に投げて少しも早めで引いてきて、あとは、まあ、通常 そのワンピッチでこう、アクションするような感じで引いたら出ましたね。いいサイズです。はい、サイズ。行きましょう。朝一の1本目、やりました。
鳥についたんですかね。鳥が来て急に TSR の、15ですね。8号です。19キロぐらいですね。はい、やっぱ伸びますよね。邪魔なものが撥水してるのでついてないので伸びが違いますよね、距離の。あと糸さばきも邪魔なものがやっぱり水がついてないので軽い感じもしますよね。ダイレクト感がルアーが出てるような気がしますね。はい、20ありますね。1人ぐらいありますね。20キロありますね。21人ですね。1か2ですね。ラインは8号のフルドラグ TSR でした。使いやすいですね。じゃあ。ちょうどいいのが釣れました新しいウルドラグの TSR で10号でした。その前に尾上くんがでかいの捨てたんで俺にも来いよ来いよと思って引いてたらこれです。でも良かったです。今回まあメインになってるベイトがまあシーラーで、ルアーのサイズはちょっと大きめですね。270ミリとか300ミリとかは僕は使ってます。で動かし方に関しては、まあ、着水したら少しこう早めに引いてきてでアピールさせてそこからまあ通常の速度でこう、まあ、それでも少し早めに引くようにはしてますね。
で結構ナブラがあったりするので、その時は、ナブラの方向に投げてこう打っていくんですけど、その時にもこうラインの張りがあって、あの水切れがいいので、すごくあのキャストは決まりやすいですね。まあ、キャストしてまあ引いてくる時も起きるは結構抵抗が大きいんですけど、この水切れがいい分あの引いてきやすいです。すごくアクションがつきやすいですね。足が飛んだ。飛んでます。あの人、この人、ガツっすね、あれ。ガツっすね。はい。あ、これ。ああ、もうちょっと違う。追われてましたね、あれだと。変な飛び方をしてた。シイラとダツですね。あ、離したね。もうボロボロになってるでしょ。うわ、取った。めっちゃすごいっすね、今。アルミエ、めちゃめちゃいっぱいおるよ。マスマスいっぱいおる、いっぱいおる。めちゃめちゃいますよ。ああ、うわ、うわ、でかい。あ、違うの来た、違うの来た、でかいの、違うの来た、違うの来た。でかかったですね。はい。ガスの来たの来ましたね。群れで、一番でかいやつが出てきたの。たまには。あれ、離したんですよ、途中で。あ、20あるな、20あるぐらいな。ちょうど20ぐらいですね。ちょうど、ボソボソするけど、19、20ぐらいか。19、20、あ、ちょうど20ぐらいですね。はい、10キロ。またいいサイズ、キャッチです。ラインがフルドラグの TSR。15ですね。で、初期ドラグテンション14キロぐらい、で設定してます。で、今の状況が、ダツとシアが追われて、そこに今投げて、少し 早めに引いてきて、誘ったら、最初は違う魚が食ったんですけど、その後にまたこれが追い食いしてきて、ヒットしました。よし、ありがとう。お疲れ。やりました。またいいサイズ。フルドライブ最高です。もうもらって触って、もう全然今までのフルドラグと違いますね。僕はもともとフルドラグって少しこうやわいんですよね。で、オッズポートがすごく張りのあって、僕どっちかというと張りのあるラインの方が好きで、でフルドラグも使うけどちょっと張りのある方が好きって感じやったのが、こんだけ来たのがちょっと張りがあるんですよ。で、もう触った瞬間も全然違うんで、まあ好きですね。で、ノット組んでもまあまあ綺麗に組めるんですよ。コーティングとかそこら辺のやっぱこう技術のやっぱ伸びてきて、それ採用しとけんって言うけですね。まあでも本当見たら分かります、違います。あれですね、釣れてますね。僕はまだ7キロぐらいの1匹しか釣ってませんけど、尾上くんも末継くんもボコボコ釣っとけですね。でも僕にも多分投げればチャンスがあるんで、この後もこのラインで頑張ってみます。いいことがあるかもです。
といてや。後ろに行きよ。上がってちょう。TSR で26キロちょい釣れました。良かったです。もう竿立てることもなく船下に入ったんで、船長からちょっと船で出してもらいました。でもまあラインが強いんで、もう全然安心して。ドラグも15、6キロはかかってると思います。後で測ります。じゃあお疲れ様でした。ドラちゃん気をつけて。うわー逃げてった。よかったです。ありがとうございました。前のモデルから比べて、この最初の、スプールに糸を巻き替える時からこう張り感が全然違って、まあ、すごく変わったなという印象が、まあ、ケージブックからありましたね。で実際に使ってみても結構適度な張りがあって、でキャストフィーリングはすごく良かったです。特にあの後半の伸びがこう体感で感じるぐらいの距離が伸びてる感じがありました。ネッタみたいな、どうだ、手は立たないんじゃないですか。ささくれてませんもん。コーティングの、うん、違いなんでしょうね。ノットも決まりますもんね。あ、そうですね。はい、なんかあの平らになってるって言ってました。凸凹がない。でコーティングもいい感じで、技術の進化でしょ。今度色分けが、色分けマーカーが、そうそうそう、10m10m で青で 50m で赤、分かりやすいですね。これはそうですね、見て分かりやすい。うん、で、まあ、真っ白もかっこいいんですけどね。この青も控えめの青で、うん、綺麗っぽいね、綺麗。これって糸って何号からあるんですか、ね、何号まで？3号から15号。15号。はい。15号楽しみですね。魚と引っ張りっこした強度的な。で物言いくんほらなんか21キロとかかけとって。どうもないと限界な感じがしなかったですね。まだ上に限界が。あ、今度もっとかけてる、かけてみよう。なんと魚を制圧してるような感じはすごくあった、うん、立てないからですね、うん、動けなのか。動けませんよね、もう魚こうなって動けてないんです、ね、こう結構主導権はアンドラー側に、はい、かなり時間あったから。早いですもんね、上がってくる時間がもう全然違うと思う。でももう糸の
強度任せですもんね。そこは絶対だと思う。うん、その強度なかったらあんなやりとりやっぱ怖いですもん ね、 そうですね。やっぱ間にこう竿の曲がりやら何やら入れてしまわんと初期に20件はかけれんかけれん。こう巻き打ってる時もギュギュって感じしないんですか。シルキーサラサラって、うん、スルスルスルって言われたらね、魚、ね、をかけながら揚げてる、うん、ラストフィーリングよく操作性もいい。ライン抵抗あ、そうですね。ルアーこう引いてくるにしてもそれなりの抵抗があるんで、まあ負荷にあったりするんですけど、それはだいぶ軽減されてる感じはありましたね。そうか。で、ちょっとこうレコードの限界点も上がってるでしょうね。これはあるうん、今度かけてみてくださいよ、思いっきりやりましょう。すごいね。いいですね。あ、糸がすごいったよね。糸がすごい。あ、僕褒めてました。そうそう、褒めた褒めた。謙虚さは、ズーズーしさは僕です。あ、師匠。コーヒー船長に入れるって言ってましたね。はいはい。